から姿を変えていないという奇跡の世界遺産の町、古都トレド。スペインで1日しかないというならば、トレドに行けという言葉があるそうです。
レドの最後にですね、エルグレコ美術館に来たんですけども、なんと入場料無料でしたね。で、あんまり見応えがないというか迫力がないっていうような噂もあったんですけど、まあそういった話も聞いたんですけど、全然見応え結構ありましたし、エルグレコの自画像とそのトレドの街を描いたやつですね、結構あれ、それを見てトレドを締めくくれたのは良かったですね。で、エルグレコの描いたトレドの街、当時のトレドの街とやっぱ今のその景色があんまり変わってないというか、まあ聞いている通り中世から姿を変えていない。もちろんね、細かいところは、変わってるとは思いますが、大きくは変わっていない、中世の姿をそのまま残すこと、トレド、エルグレコもその美しさに惹かれて晩年ここで過ごして、作品も残していったということで、確かに美しい街でしたね。まあ、観光する人たちもじっくりと古都を味わいながら観光するっていう感じで落ち着いた時間が流れてました。トレド今回ですね、一番やっぱり衝撃大きかったのはトレド大聖堂。ここまで聖堂とかで衝撃を受けたことはあんまりここ最近記憶にないぐらいですね。エルグレコ感動しちゃいましたね今回は。それで最後はエルグレコ美術館もちょっと離れてましたけど足伸ばして見に来ましたけど、まあオリジナルがやっぱり展示されてるっていうのもありましたし、いや見応えはありましたね。さらに嬉しいおまけ付きで入場料無料ということで、いいですね。気持ちよく古都での時間を過ごせました。最後に少しだけマドリードに帰る時間を遅らせてトレドの美しい夜景を収めに行こうかと思います。それでは最後に行ってみましょう。